モアクイーグルはスイスのモアク社が設計し2003年から生産が開始された4輪式の軽装輪装甲車である。オリジナルのイーグル I はアメリカ製ハンビーのシャーシと足回りをベースとしており改良型のイーグル2とイーグル3は改良型のハンビーイクフのシャーシと足回りを使用している。現在の生産型は同じモアク社製のデューロファイプ軍用トラックのシャーシを ベースとした、イーグルーである。防御力については、防弾能力は、スタニッヒ4569のレベル3、対爆能力は、レベル 2A を満たすものとなっている。スイス陸軍では、合計329両のイーグルアイとイーグル2が、赤外線暗視装置と無線機、自衛用の PZMG51、7 1 7 5ト、mm、ル汎用機関銃を装備し、 軽装甲偵察車として運用されている。イーグル3も通信装置と監視装置を搭載して、砲兵の着弾観測車両として運用されているが、自衛用の機関銃は搭載していない。デンマーク陸軍は36両のイーグルアイを装備、したが、オリジナルに搭載されていた MKB-2 ターレットを取り外している。このか90両のイーグル4を発注している。 ドイツ陸軍は672両のイーグル4の調達を計画しており、そのうち198両を発注して2008年から引き渡しが開始された。ありがとうございます。